ホルホグの食事風景。牛乳缶とトレイの上の黒い石が見えるホルホグは、モンゴルの伝統料理の一つ。羊肉の塊を野菜、塩、香辛料とともに、大きな缶に入れ、さらに焼けた石とを交互に詰めて、石焼きとしたもの。新鮮な洋肉を使う場合は、臭みが少ないため、臭み消しには、野菜でこと足りる。そのため、香辛料を使わないこともある。 現地モンゴルでは牛乳缶などが調理器具としてよく用いられる。現地の標高は1300メートル前後あるため十分に熱が行き渡るよう豚に圧をかけて調理することが多い。加熱を補助するため置き機の上に置く場合もある。食べるにあたっての礼儀作法はただ一つ骨についた肉まで残すことなくナイフでそぎ取りきれいに食べることである。調理の際に出る肉汁は スープとして飲むほか、うどん状の麺の出汁として使うこともある。調理後に残る石には、手で触れる程度の余熱があり、現地ではこれを幹部に当てておくと治癒が早まると言われている。遊牧民のゲルなどで、その場で羊をほふって解体する場合には、ナイフ一本で行う。内臓も調理される。大地に血をこぼすことは、タブーとされているため、 羊の血を一滴も体外にこぼすことはない。血は腸詰めにして、ソーセージを作る。解体後に残るものは、ひづめ、毛皮、器官、そして胆のだけである。ありがとうございます。